了解。え？いますよ後ろに。ドッペルじゃんそれ。ドッペルだね。ドッペルやられるんだ。やった。時間内に終わらないでしょ。七並べにしよう、七並べに。七並べにしよう。長いよ。30分ぐらいかけて。部屋の設定でここのカードゲーム何にするか決めさせてほしいわ。あら、やる気ないね。未来の能力、ここら辺でセットできればいいのにな。やる気反映されるんだ。確かに。変えるの忘れたりしたらさ。この段階で初めて自分が変えられるかわかります。なるほど。これで突き刺して。ヤドさん、そのマスク似合いすぎるだろ。知っとるわ。これさ、でも傀儡は強化されたっていう認識でいいんだよね。そうです。全体的に傀儡が強くなってるんです。なんか、なるほど。なんか、運転しすぎると爆発するんだって、ボイラーが。あ、そうです。あら、そうなんだ。通常運転だったら大丈夫なんだけど、実行するとブーストが切れるんで。3つ入ってる、3つ入ってる。もういいか？ナイス。あ、上から来るとは。そう、それです。あ、でもなんか、失踪して100キロ出すブーストしない限りはまあ大丈夫。なんか全然なんか あるらしいね。見て100キロ出てるよ今。え、めちゃめちゃ、大丈夫それ。ボーンってなんじゃないの。全然大丈夫。ゲージが効いてるの。ほら俺わら今さ見ててこれ。へえ、こういう、おお、ちょっとこう1秒ボタンが必要だったんですよね。よし、カゲピの配信で要求されたらみんなよりちょっと有利だと。撃っていい。え、ごめんなさい、あんま受けてなかった。あ、やべ、望遠鏡置いておくの忘れてた。間違った。まあいいか。なんか罠が、あ、罠がすごいバグってる。撃っていいの、影丸さん。え、なんで逆にいいの。撃っちゃえ、撃っちゃえ。なんでダメなの。おい。僕で持って帰ります。石バッグ2個あって戻ります。なんで毒作れる可能性あります。同じく毒作れるかもしれない。わざわざまだだよ。行くか。帰ります。帰るからね。はい、お戻りになって。だから店長とか離脱しづらいキャラが初手のブーストで爆発させて逃げるっていうのが強くなったんですよね。ゲージたまんないな。左下のゲージたまんないなと思って。まあ、いっか。お願いしたー。おーい、進めとくね。じゃあ、オッケー。早いよ。左のがオーバーヒートか。全然大丈夫そうだね。来れないよ。誰かお伝えしますよ。あ、大丈夫でした。そこ、そこか。これ僕ちょっともう。なんか海あんま進んでないんですけど。そう、ビッグマカロニック入れますね。赤尾さんが操縦してたんですか。そうだよ。誰も言ってねえな。ちょっと長距離泳ぎすぎじゃない？大丈夫？あの死にますね。大丈夫僕。ボッティさんいますけど。ボッティさんが。アイムクロール。うるせえなあいつ。あんだあいつ。寒い寒い。2個入れたですわ。
遠いところで叫んでるわ。いやーもう、いけないよ、そんなとこまで。いけないよ。ドライハーブ2個捨てます、ザイモン。ほら、あっちゃん、いいですか。僕2個持ってないよ。2個。ほら。あっちゃー。始めちゃうからね。どれ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 。あー、外れ。外れ。みんなさ、クルーメイトさ、火薬のなんだっけ、何バッグっていうんだ。火薬箱あったら捨ててこうなんて。あー、確かにね。うん、火薬強いから。よっちょ白いね、その。この提案は白い。あ、わかんないです。狼島の奥崎さんは誰が取ったのって。四つ葉じゃない？あ、違う。あ、奥崎さんは俺。あ、はっちゃん、はっちゃんさんだって。はっちゃんは取ってないよ。あ、私は2個取った。2個取った、2個取った。1個あったから。はっちゃんって料理作んない？今作る。今ね、狼当たってくから。あ、じゃあ俺先に1巡目作っちゃうわ。今入れてくれたの誰？あ、1巡目作ってくれんの？ありがとうね。ありがとう。猫好き2個入れてくれました。ゆっくり集めなお肉。いや、もう集めて、もう10個あるよ、ちなみに。あ、ほんと？すぐどけてくんに？あ、じゃあ先に。運転いい感じよ、ママ。いいですか？ほんとに。どうぞ、もう肉、もう火ついてるから。左ね。うん、了解よ。この火薬入れまーす。寒いから降ります。火薬入れまーす。火薬入れます？火薬入れてもらって。火薬入れます、ね。誰か変わってほしい。運転。カップラーメンの方でしょ。カップラーメン変わるよ。ちょっとまっすぐで行けね、この時まっすぐ。ああ、そっちの火薬ね。うん、これ沈黙ってやつ？入れちゃおうかな。いいですね。いい入れる、ありがたいですね。ああ、もう。
ナイス、2個入れてたね。お願いします。続き運転してる？してるよ。血は出ないらしい。やっぱハッちゃんはもういないんだよ。僕が今第二陣料理した。第一陣はハッちゃんが作ったやつはもうその人。ハッちゃん後ろから来てるよ。後ろから？ああれか。ハッちゃんの後ろから帰られる。大丈夫？テラゾウさん、はい、ハッちゃん何漁ってんの？テラゾウさん、どうした？猫好きカククロって誰かに伝えてきてください。猫好きカククロ伝えに行く？はい。どこ行った？多分もっと奥に走ってきます。橋の方に。カゲピカゲピ、橋の方、橋に行きましたね。ね、竹尾さん、うん、聞いてねえな。うん。走ってったって。うん。聞いた聞いた。ダメダメ。お腹空いちゃって大変だってねこれ。あれ。え？あ、ちなみにご飯持ってきた。ありがとう。めっちゃ助かるよ。これ入ってんのやって。あげるかどうかまではわからんだ。落とすわ。うん、ありがとう。どこ？猫好きってダウンさせられた？うん。いや、もういなかった。もういなかった。なんか私の下に全然中身変わってる。はっちゃん、はっちゃんがあさってた、はっちゃんがあさってた。死体は。はっちゃん、たる返してほしいよ。僕が今落としたよねって言って、たる。2個あった、2個あった。たるは2個あった。あれ結構なかった。でも、はっちゃんじゃないと思うよ、ここは。うん、俺、タル取ってない。竹尾さんか。あ、タル持ってない。タル持ってない。本当に持ってない。本当に持ってないよ。はっちゃん、殺せ、はっちゃん、殺せ。闇食べない方がいい。それ闇食べない方がいい。一旦待って、ちょっと、タル取ってないんだけど。あ、痛い。俺も当たってる。これは、はっちゃんがタル持ってないって言いながら。はっちゃん、あ、はっちゃん逃げた、はっちゃん逃げた。はっちゃん、猫好き確定です。じゃあ、マスケット見ます。はい。あ、じゃあ、影丸、肉、はい、あ、ご飯あるよ。いります？大丈夫？これ床に落ちてんの大丈夫？これ床に落ちてんのは誰の？あ、大丈夫、大丈夫。はっちゃんが作ってる。大丈夫？あ、オッケー、オッケー。高架室のクローゼットの横と、あと、うん、ジョターが死んで 3番目の牢屋の中に死んでる。あー、了解。とりあえずキャビネットの、トーカー室のキャビネットの中に肉入れておくね。了解。5個ある、5個あるんだったらシチュー作れるよ。合わせて。うん、石炭ある？石炭あれば戻ろう。石炭4あるよ、4あるよ。オッケーオッケー。帰ります。おもろ。あ、闇もね、5個ある。大丈夫、シチュー作れるって。
肉食べ4、お肉の肉も4、いけためさん、おい、あ、全肉取ってきたからちょっと動かしちゃう、ね、あ、ナイス、はい、全肉コンロ入れます、はい、僕も入れました。あ、ラゾさん、私を運転するので一旦任せていいですか。あ、ね、上から入れたか、わかった、オッケーオッケー、今動かしてるところだけど無理になんか誰か火つけてほしいよね。そのまま動かしてください、はい、これまっすぐそのままで大丈夫、前へ大丈夫です、大丈夫だね、ちょっと左だったかな、大丈夫なはず、もう気がするかな、ね、前見ます、おい、あ、前あるんでちょっとだけ左に出たら、あ、最強ナイス、あと2個入れられる、寺蔵さん入れます、はい、当たんない、当たってない、ヤンミさん、スクラップさん、3か4欲しい、3か4了解、はい、なもんかな、ワークベンチに5入れた、あの右ちょっと入れるくらいで、釘銃作ってあります、いやー、以上です、セラゾーさん終わりました、ありがとう、釘銃食べたら大丈夫だから散策でいいよ、そうですね、ブーストだけ、なんか爆発だけ気をつけれれば、いい音、うん、めっちゃいい、料理人と技師ね、料理人技師、よくは弓矢作りました、弓矢とサーベル持ってます、素晴らしい、おい、いあれの調子どうすか、牢屋の、あ、牢屋じゃねえ、なんだっけ、宝物庫、うち子135桁あったらいけます、135、2桁目入れてます、ね、ちなみに僕卵もなくなっちゃったんで、あ、右行くよ、オッケー、玉ない、了解、3番目ゼロのままで OK、 ご飯できるよ、3番目ゼロ了解、ファン了解に、あ、これは僕らじゃない、これ戻ってもいいように、起動する、戻ろうか、うん、帰ろ帰ろ、あら、大丈夫、うちら、うちらじゃないのかな、うちらぐらいしか外出てる人いなかった、2人用のシチューに、前にいる、前にいる、前にいる、了解、竹雄さんいますよ、後ろに、ドッペルじゃん、それドッペルだね、ドッペルやられんだ、やったやったやった、それターゲットそっち向くから逃げた方がいいです、寺蔵さん大丈夫、あー、ごめん、これなんてない、ドッペルがやられて、そう、ドッペル、ドッペルには耐えれるか打てないけど、ドッペルゲンガには打てちゃう、なんか竹雄さんか、びっくりした、あ、ドッペル怖いね、ドッペル怖いな、竹雄さんに負けると頭がいいな、竹雄さんは顔だから、いやちょっと意味がわからないけどね、さすがに竹雄さんに常に話しかけとかないと、みんな体力ないんだけど、誰か注射打てない、あ、あ、解毒ならあるんで、解毒でどうぞ、あ、お願い、ありがとう、助かります、恐ろしい、マジ恐ろしい、一緒に戦います、僕しばらく、はーい、あんまあるけど、竹雄さんいる、いるよそれ。あ、じゃこれ船進めて大丈夫？いいと思うよ。モニキ別に近くにいなかったら。誰が倒せた？ね、ドッペルゲンガーが来てそれを排除しただけだから誰かは分かんなかった。でもなんか樽持ってたから。爆弾だれだった。事故ったんだろうな。事故った、ね。追い返した。対象になるんだな。ドッペルが来た時はあ、しどかったかな。つまり向こうは連携取れてないんで今がチャンス。弓、いや、弓は落とせれば、いや、1個、ありがとう、もらいます、あ、洞窟から石炭で抜いてきた、了解、あ、抜いてないかも、寺澤さん抜いた、え、あと、洞窟の石炭で抜いた、あ、ヨッサーが抜いた、ヨッサーが抜いた、了解、ヨッサーが抜いた、ヨッサーが抜いた、始めました、あー、ニンニクまだいけるよって言ってたら、心、まだニンニク私、美味しく感じるよって言ってたら、人間肉？人間肉でいいの？そうだね。やったんだよ。竹雄さんですか？はい。ああ。竹雄でーす。東大に一人、東大に一人、東大一人いる。
あー、これ僕だな。橋、桟橋います。ありがとう。ナイス、あと1匹。ありがとう、ナイス。注射打ってるから回復は大丈夫。はい、了解です。あれ、バックベンチそこしかないんだ。うん、でも今撃ったばっかりだから多分今は大丈夫そう。村の向こうのワークベッチ待ってます、うん、おーい。あー、竹子近づいておきましょう。うん、あー来たね。生産集中狙い。おいおい、空振ったもん。あ、いい、オッケーオッケー。あ、もう死にあんた勝ち。オッケーオッケー、ありがとう。よし、一回船戻ろうか。あ、戻りましょう。あれ、痛かったわ。はーい。竹尾さんが満身創痍です。ああ、大丈夫だよ。体力8割ある。え、8割あるんですか？うん、注射打ったから。前には行ってないのに誰も。これ泳がなきゃよかった。防げ、実装しちゃったもん。倒さない？倒さない。あ、いたのね。空いてるからあと1人取れます。弾は僕が持ってるんで分けれるんで。傀儡召喚。僕、あ、オッケーオッケー。小銃もあります。一回弓を持ち替えます。あ、そっか、マスケじゃあ置いとくわ。弓もらう。オッケーオッケー。あ、オッケーオッケー。弾はないから。おにぎり弓矢ってまだ矢って余って。矢は余っ10本入ってたけど。あと2本ぐらいもらってもいい。クマ倒してくる。オッケーオッケー、待ってね。うん、あ、いいよ。よし、沈黙だ。ナイス。ハゲマルテナズ、オッケー。ありがとう。これ、連れて帰れる？連れて帰れるな。いけるいけるいける。マジ危ねえ。テラゾーさんじゃないと、テラゾーさんじゃないとかいる。テラゾーさんじゃないと。あ、ちょっと本当だ。前に乗るのがテラゾーさんじゃない、テラゾーさんが。え？ナイスナイスナイス。もしかしたら後ろやばいかも、後ろやばいかも。前に乗るのがテラゾーさんじゃない、テラゾーさんね。回復だら、ワンちゃん。あ、本当だ。ナイス。テラゾーさん。オッケー。大丈夫かこれ。首輪で作れる。あ、結構穴開いてるね。いいね。ごめんね。あのね、目の前でお辞儀されたから本物かと思っちゃったわ。あれはあのさ、なんだっけ、マスケット誰か持った頭の人。持ってない。置いてある置いてある。オッケーオッケー。今誰か見たの？おるよ、おちゃん。おにぎり、弓矢、ここ、海岸下に落としときます。はーい。はい、たまに。あれだから、どっか降りてる。体力半分なので、なんか注射器とかあったら。はい、ないです。ないでー。これ、海岸ってさ、どっちがダウンしてる？ダウンじゃない、あの、ドッペルだから。ドッペル、ドッペル。え、銃1個余ってるみたいだよ、誰か取って。持ってまーす。僕、小銃があります。いや、もう持ってないじゃない。大きい銃を取っちゃって、優先的に。オッケー。あ、もう、みんな持ってる？何かしら。うん、弓持ってる。あ、オッケ
これあれだ。あ、今キー出しました。弾大丈夫です。支柱止まってるわ。弾分けてくんない。ちゃんと闇に。え？OKOKOK 本物だね。闇1個分けてくんない。僕、僕です。僕のモノマネはできないですよね、皆さん。弾1個分けてくんね。え、できますよ。闇で分けてねだろ。もしもし。はい、聞こえます、ラズさん。弾1個分けてくんない。弾1個分けるよ、落とすよ。弾落とすないです。ありがとう。2個です。十分です。このも2本あります。クマ倒したの？クマ倒したの？ご飯って誰か食べてる今。テラゾって今上いる？うん、動かした動かしたもう。テラゾ？テラゾじゃないの？あ、びっくりした。何をしてるの？いや何をしてるんだって返事がなかったから。テラゾって今上いるっつって。おもろ。俺が乗ってるゲンガーだ。怖い。よし、行こうぜ、みんなで。バッチおもろいやん。みんなで行こう。クマ死んでるから好きな方から行けるよ。はい、よっさん、お留守番。もう一人お留守番して、あとは行きましょう。左から行くよ。はい。もう最終日だよ。地味に最終日だよ。やっぱ5、7人だから、ここ村。難しいだよ、これ。これでも下で呼ばれてたら俺ら上に逃げれるんで、あ、いけるね。うん、下で呼んでるから闇対処だ。ああ、え、闇対処頼んだ。おお、あ、でも上から見てるわ。ああ、ほんとだ。やるしかねえ。鬼気メインで負けて、俺後ろから殴るわ。これ意味ない。ああ、ゲームがいいですね、竹尾さん。おお、撃たる。あとは死なない。うわー、もう一回来るよ、もう一回来るよ。これ、建物の中とかにいた。うん。オッケーオッケー、ナイスナイス。ナイス、そんなにレベル高くないですか、これ。ニトロ警戒だよ、ニトロ警戒。ニトロ警戒です。先行くよ、先行くよ。うわー、これもらってこいじゃん。あ、やってね。はい。8山来てる、8山来てる。すごい数の落とし方だ今。8山さん。8山さん。なんか作戦見せたのようですね、どうやら。あ、今すごいパリン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 って言ったよ。オッケーオッケー。そうだね、ミオちゃんはやばいかもね。僕上で、上いるから向かっちゃって。僕だよ。オッケー。あげまる殺すよ。緊張したで。体力やばい人いる？あ、船で銃声。降りるよ、下。遊んでる場合じゃないよ、やめ、ほら、行きな。あの上に行くか。ビビッと来たよ、これ。船に行くわ。ビビッとラブ。竹尾さん。はい、竹尾です。竹尾です。どうも。船行くよ。船行く。これは、はい、あ、ナイス。出してください。お願いします。やだ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 、やめてやめて。あ、マジブスじゃないでしょ。右側後方はあるからね。右側後方はあるからね。はい、石炭があるかな。うわ、ダメ。うわー、
はい、運転します。これすごい雨です。雨の中に雨が降ってきます。あ、これはすごいアップデートです。何を言ってるんだ。これ何を言ってるんだ。何を言ってるんだ。はい、なんでそんな冷たいんですか。ちなみに、はい、牢屋の中から好きに能力使えるんで頑張ってください。おもろ。だから誰か落として、その間に2回能力使われたけど、なるほどね。船の中にいたら安全に。逆にめっちゃ安全。あー、私の死体はそこにあって。リナソさん、まだルンルンしてない。大丈夫。なんかルンルンしてるんだけど。どうぞ。あっ、ちょっと見せる。ダンスしてる。これのせいで照準定まんねんだけど、いかにしてほしい。あ、なんかね、ずっとさ、なんか人間にさ、全身が入っちゃってんじゃないですか。ボタンで。え、ジジイ、ジジイ、ジジイ、ずっとルンルンし続けてるせいで、この子、少しずつ定まってる。なんかいいと思います。すごい、食べられてるかも。そう。おもろかった。いや、おもろかった。なるほどね。おもろかったね。なるほど。なるほどね。わかりました。そういうことなんですね。